こんにちは。以前衝動買いした非常停止ボタンを生かそうとエッチなサイトを閉じる緊急タブ閉じボタンを作りました。まずはデモをご覧ください。完成品としてはただのボタンなので、このように PC の横に置いて使います。やましいページを閲覧しているときに突然誰かがやってきたとしても、とっさにボタンを押すことでウィンドウを閉じることができます。この機能をラズベリーパイと Apple Script を組み合わせて実装しました。 Amazon のダッシュボタンと同じような感じのコンセプトですが、その1000倍ぐらい電力を食います。しかしただの介護感ではなく、ボタンの押しやすさと反応速度を重視しました。まずはハードウェアから作っていきます。と言ってもラズベリーパイのピンには抵抗が内蔵されているので、ボタンを血栓するだけです。このボタンには A 接点と B 接点の端子が両方ありますが、今回は B 接点を利用します。A 接点とはボタンを押した時に回路がつながる一般的なスイッチです。 B 接点はもともと回路がつながっており、ボタンを押すと回路が切れるスイッチです。基本的に非常停止ボタンのようなものには B 接点が使われます。なぜなら A 接点では回路に不具合があった時、ボタンが押されるまで気づかず、いざという時に動作しないということが起こってしまうからです。ボタンを押したのにページが閉じないなんてことがあっては大事故です。 B 接点だと回路に不具合があった時、ボタンが押されなくてもとりあえず動作するので閉じないということはなくなります。いわゆる安全側故障に持ち込むことができます。あとはお気持ちで転がっていたコンデンサをつけることにしました。線を用意して先端を向いていきます。面倒なのでハサミでやってしまいます。強引に差し込んでネジで固定します。いい感じにボタンケースが組み立てられました。これをブレッドボードを介してラズベリーパイの GPIO 2番ピンとグランドにつなぎます。あとはコンデンサを入れてハードウェアは完成です。では自動でブラウザのウィンドウを閉じるプログラムを作っていきます。 Mac では Apple Script という言語を使って画面を操作することができます。ターミナルを開いて OSScript-E の後に Apple Script を書くと実行できます。例えばディスプレイダイアログと書くと、こんなダイアログを表示することができます。テル、アプリケーション、アプリケーション名、トゥークローズウィンドウで、一番前のウィンドウだと1とすれば閉じることができます。このスクリプトを実行できるようなサーバーを作っていきます。反応を返すサーバーができました。あとはこのパスにアクセスすると Apple Script を実行するコードを追加します。これでリクエストを送るとブラウザが閉じる仕組みが完成しました。最後にボタンが押されたらリクエストを送るプログラムを作ります。ラズベリーパイにログインして、ピン出力を読み取るコードを書きます。とりあえず実行してボタンをカチカチしてみると、オンで1、オフで0というように読み取れていることがわかります。あとはイベント駆動にしてボタンが押されたらサーバーにリクエストを送るようにします。プログラムを起動して
ボタンを押すとページが閉じたことが確認できました。今回は閉じるだけですが、閉じるとともに賢そうなページを開く機能でもつけてやると実用的なのではないでしょうか。ぜひ皆さんも作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。